1万5000人のフットボールファンが来場しています。フットボールフリークの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。ガンバ大阪対川崎フロンターレの試合をお送りいたします。解説は新藤克義さんを迎えてお送りいたします。新藤さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。まもなくスターティングイレブンが発表されます。新藤さん、今日の見どころを一言でお願いします。両チームともにタレントが揃っている中盤で激しい攻防が予想されますね。そうですね。どうもありがとうございます。両チームキャプテンを先頭に入場します。ガンバ川崎をホームに迎えての試合になります。今試合前の記念撮影が行われています。現在ガンバのスターティングメンバーをご覧いただいております。そして川崎の先発メンバーをご覧ください。さあ、ゲームが始まります。ファンの期待に応えるプレーを見せてほしいですね。画面に向かって左から右へ攻めるのがガンバ大阪、反対に右から左へ攻めるのが川崎フロンターレ。5分過ぎました。さあ、ドリブルで仕掛ける。狙った。これはコーナーキック。ガンバ大阪、今日初めてのコーナーキック。入れさせません。キバシュート。10分過ぎました。ガナハ、倒された。やっちゃった。イエローカードです。丁寧にプレーしてほしいですね。これはディフェンスを引き締めないと。柳も前半15分、このサイドを駆け上がります。打てる。体をひねって頂面点。オフサイドです。お手本通りの動きですね。キッカーは都筑。20分経過。ミーノブーレ、今野、エメルソン、山口聡、今野、エメルソン。これはいけない。25分経過。惜しかったですね。エジミウス、エメルソン、そしてコンノ。前半30分経過。ヘッドで入った。ゴール。フロンターレ先制のゴールを決めました。得点直後は最も気をつけなければいけませんね。今のゴールもう一度見たいですね。ガナハヘディング。川崎フロンターレ先制。試合が動き始めました。逃げ切るには長い時間ですね。一旦戻して、そして今度、これはいいパスだ。前半35分をすでに過ぎました。
右の部分へ。ファールを取られた。それにしてもこのスタジアム目もくらむような青い芝が印象的ですね。これからしばらく大事な時間になります。スローインです。前半残り5分です。エンド伊藤明、ここからスローイン。プレッシャーを与えます。時間をかけずに攻めたいですね。ロスタイムに突入しました。いやー、すごい歓声です。時間をかけずに攻めたいですね。ハイボール、キバ、吉原、ミドルシュート、ガンバ同点ゴールを決めました。これで試合が面白くなってきますよ。さあ、もう一度見てみましょう。リーノブーレ、よし、おっと、前半終了の笛です。前半戦を振り返ってみましょう。まずはこのシーン、前半8分、もうちょっとでしたね。次です。前半10分、悪くないですね。前半12分、ガナハ、これはカードでしょう。前半30分、ガナハ、ヘディングシュート。今のプレー違う角度からご覧いただきます。前半ロスタイム、リーノブーレ狙った。今のシーン別の角度から見てみましょう。ここまでの途中経過をお伝えします。後半開始の笛です。フロンターレ、ここまでの劣勢を挽回できるのか。惜しかったですね。エメルソン、後半5分経過しました。前方へ、縦に出します。縦へのパス、サハ、縦に出します。キバ、前に出した、右へ、左へ、短くつないで、これはコーナーキックになります。川崎フロンターレ、今日初めてのコーナーキック、入れさせません。副審がファールを取りました。ちょっと飛び出しが早かったか。いいようにあしらわれてますね。キッカーは山口聡。セーフティーに行きました。仕掛けます。後半20分経過、ちょっと危険だ。伊藤明、コーナーキック、ガンバ大阪、今日2本目のコーナーキック、ヘッド、それてしまった。ここまでのボール支配率はガンバ大阪 55%、 川崎フロンターレ 45%。 熱い戦いが行われている。もらったぞ、
これは狙いすぎたかもしれませんね。さあ新藤さん、ここまでの試合どうご覧になりましたか。ガンバはだんだんフォーメーションが間延びしてきましたね。ありがとうございました。確実にボールキープ。パスの交換、チャンスですよ。グラウンダーで、キバ、そして柳本、ビタウ、自分で行くか。ミノワ、ダナ、吉原、伊藤明、ボールを下げました。伊藤博樹。さあインジュリータイムに入りました。味方を探す、バックパス、ビタウ、エジミウソン、ビタウ、バックパスです。よく見てます。稲本、いいですよ。ここで試合終了。両者一歩も譲らず、川崎フロンターレ非常に好試合でしたが引き分けに終わりました。前半戦のダイジェストです。さあ前半30分、頭で合わせた。ただいまのシュートを別の角度から見てみましょう。そして前半ロスタイム、これは彼にしかできない動きですね。さあもう一度見てみましょう。さらに後半14分、ミスキック、ちょっと距離感がつかめませんでしたね。ではこれはいかがでしょう。後半23分、ちょっと渋い表情です。今のプレー違う角度からご覧いただきます。続いてこのシーンです。後半27分、ミスキック、ちょっと距離感がつかめませんでしたね。ただいまのシーン別の角度からご覧ください。後半33分、ここです。コースをことごとく消されていますね。それでは新藤さん、試合を振り返っていかがでしたか。素晴らしい試合を見せてくれた両チームにまずは感謝したいですね。実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、今野、彼の今日の出来について一言いただけますか。はい、今日の彼は切れていましたね。そうですか。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は新藤克義さんを迎えてお送りしました。新藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。